今日はパンケーキを作っていきたいと思います。でパンケーキ作って食べるときに真面目な話をしていきたいと思う。なんかねこのふわふわパンケーキミックスっていうのを見つけたんだけど、めっちゃうまいねこれ。めっちゃ膨らむのよ。簡単にできるんだね。そう簡単にできるので、やり方は簡単です。ボウルの中に粉を入れたら卵2つ入れて、とりあえず牛乳を入れます。こんな感じで、で練り合わせます。なんか料理できない人だね本当にそういう感じに見えるよね仕方ないですよねこんなやつに見えても。それではじゃあ2枚ずつ作るね。なんか3枚だとあれだから、そうね、2枚ずつ使おう。うん、いくで。はい、入れ方はなんかこういう感じでボトッと適当な感じで入れていいね、上にね。そう、それで綺麗に膨らんでいくからね、うん、信じて綺麗に膨らむからなんかもうスイーツとか正直言って超苦手なの作るの。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ苦手で、もう本当にこれありがたいね。ねえ、これは結構不器用でもできる。そう、うちもわかんない、マジで本当に。で、これをなんか弱火にして蓋をして、うんうん、3分待つだけでございます。それでは待ちたいと思いまんす。国怖い私その言葉でも怖い。でも私もなんか出そうなのほんまに。なんか普通に知り合いとかと会って、もうそんな言葉使えないような人にシューみたいなそのためが、そうちょっとためがこう怪しいの。もう本人は気づいてないけどね。あれさ、じゃああとはタイムスリップする。パンケーキ出来上がったバージョンにタイムスリップしたいと思います。ディリーン、どう？美味しそう。ちょっといい感じなんじゃない、ね、それでは白い粉をかけていきたいと思います。ちゃんと言えましたね皆さん拍手をしてくださいこれ自体はじゃあ甘くないんだ。いや、多分ね、これ甘いと思うね、うん、ただ、そのトッピング、ちょっとなんか美味しそう。なんかプロフェッショナルいいね。テック？これちょっと待って塊が OK はい、いい感じに完成しました。完成しました。うん、美味しそう。なんかちょっとお店とかに出てきそうな具合やね。ね、超簡単です。ぜひやってみて完成しました。イエーイ。まずこれだけで食べてみようかな。これつけないで。ね、これつけなくても大丈夫そうな感じがするけどね。おいしそう。ちょっと膨らみ具合がいい感じ。じゃあいただきます。すマネージャーもちょっと食べようとしてんじゃないの？いただきます。中まで火通ってるちゃんと。美味しそう。いただきます。うん。うん。うんうんうん。いい感じじゃない？うんうん、すごいさっぱり。美味しい。ね。うん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 。前から気になってたのは、うん、あれちゃんの過去の恋愛とか。過去の恋愛か。過去の恋愛。なんか やばかった人とかいる？嘘つき男。うん？何？嘘つき男。どんな嘘？なんか、うん、貯金してたの。うん、一緒に、うんうん。なんかこれでお金貯めて、うん、なんか旅行するとかなんかしようねみたいな約束して、はい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 、貯めてたりするとなんかたまにさ取ってシャカシャカしたいやん。うん。溜まったかなみたいな、こうなんていうの、そんなに変わらなくても、うん、一昨日とかなんか触ってたけど、ね、うん、なんか今日もまたなんかちょっとテンション上げるためにみたいななるやんか、うんうんうん、で、ある日なんかそれを持ったら
すごいなんかこう軽かった、重みがあると思ってこう思った時にふわってなったの。え、軽っみたいな、うん、え、めっちゃ軽いやと思って見たら、うん、めっちゃ少ないの、明らかにこう、なんていうの、チェーンが違うの、まさかそう、で、まさかちょっと彼しかいないから、うんうん、で、自分はそんなになんかすぐ攻めに行くタイプじゃないから、なんか、え、なんか減ってるけどみたいな、はい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 、え、減ってるくない、なんかお金ちょっと入ってないんだけどとか言ったら、そんなことないよっていうの、そんなことなくないですよやばくない、そんなことないよって言うから、取ったんって、うん、取ったんだったら言ってよって言って、うんうんうん、いや取ってないよって言い張るのあ、それが嘘だね。そうで、なんかずっとその最後まで粘ってて、うん、でも分かってんだよって言って、もう線もう違うもん、自分覚えてるもん、最後履いてたところ、じゃあ数えるよって、うん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 、だいたい何枚入れたかもうほぼほぼ分かってるからみたいなことを言って、うんうんうん、で、いやなんか借りただけだよ、それもうちょっとなんていうの、1週間したら戻そうと思ってたみたいなことを言い出して、嘘つき男か、もうそれ最悪じゃない、しかもお金の問題ってなってくるとなんか悩むやん。そうだね、もう返せとかっていうレベルじゃなくて、もうなんか結構溜まってたんでしょ、だって、多分ね、どれぐらい取ったんだろう、10万ぐらい取ったんじゃない、うわやばくない、10万取ったんやで、10万、うん、あもういいわってなっちゃったもん、その時。嫌だね。えなちゃん、なんかそういうの、お金とかそういうのはないけど、あのすごくスピリチュアルな人、あのお付き合いしてた人がいて、まあ、要はオーラが見えたりとか、うん、霊感があったりとかで、うん、えそれ結構面白くない、でも結構だから一緒にデートしてる時とかも足音がするとか、やだーそれ全然楽しくないやつやろこの部屋なんかいるとかまあ、付き合ってたんだけど、最終的に別れた原因っていうのが、お前に悪霊がついてるからって言われて、すごい理不尽な理由で振られたの。独占欲の強い男性がなんか知らんけど多いんだよね、うんうんうん、でも決してなんかよくさ、うん、え、可愛いからいいよねとか、可愛いから好かれるからとか、可愛いから独占したくなるんだよみたいなこと言われるけど、めっちゃ腹立つのそれ。独占してる人って意外と自分が浮気してるから独占するの。そう、束縛する人はそうだよね。そう、うん、で自分もなんかそういう、まあ、付き合ってる人がいて、うん、その人はなんかもうずっと連絡くれるの、一日中ずっとで浮気なんかする時間ないでしょっていうレベルなの。はい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 、ずっと電話とかか、何してるの、どこ行ってるのみたいなことをずっと気にかけてたんだけど、うん、結局その人はなんかもう私別れるってなった時にすごいなんか別れにくい感じだったんだけど、別れられない感じになってたの、うん、雰囲気が、うんうんうん、でその時にあのなんとか別れるようにどうやって仕向けたらいいんだろうと思って、うん、その最後にあのなんか携帯も見てやろうと思って見られてたの、携帯今までずっと私はね、今までそういうことずっとしてたの、携帯見たりとか、 なんか検索履歴調べたりとか、私のね干渉されてたの、めっちゃしてたの、うん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 、でそれで最後になんかもう見てやろうと思って、まあ、まさかと思ったけど、パッて見たらもうすっごかった、50人60人ぐらいのなんか女性の連絡のやり取りとか出てきて、やだ、写真も出てきたし、なんか女の子と遊んでる写真とか、浮気症だね。え、めっちゃだからその好き好き好き、お前だけ好きなのに、愛してるのに、お前はなんて最低な女だみたいな感じで責められて、でずっと連絡もしてたからありえないの。でも本当はなんかメダルあげたかった、すごいわあなた、すごいでしょみたいな、あなたすごいねって、あなたそこまで浮気バレないようにできるって、それすごいね、すごいね、逆にすごいね、メダルあげますっていう感じだった。とりあえずね、私の結論は、うん、今まで付き合った人はほぼほぼ束縛強かったし、インスタグラムをハッキングしたりフェイスブックをハッキングしたり、やばいよハッキング、いろんな SNS をハッキングして、うちのね、見るポルノムービーまでも文句言われてポルノムービーなんて見るやん誰だって信じねえからな、見てねえって
って言ってるやつは見てんの。で自分も見てるしみんなも見てると思ってるかねえ、なんかいろんな見てたりするやん。うん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 。気分もあるし自分の好みもあるし、その、うん、見る分にはいいじゃん。うん、女は見てるからってそれをなんか実際に やってやるっていうの、うん、ちょっと違うねん感覚が。うん、私も見てるだけのブームだったし、ずーっとそんな感じだったし、今までポルノムービー見てさ、そのままなんか実現してやろうなんて思ってないの。思わない。けどそれをなんか元彼に見られて、お前こんなポルノムービーを見てるのかって怒られて、怖っ。もう最悪だったもん。それ怖いね、ひどいね。なんかお前こういうことしたいんだろ、気持ち悪いみたいな。ひどい、偏見だよ。あけんちゃんの逆に 理想というか、好きなプルノムービー見させてくれる。なんなら一緒にプルノムービーを見てくれる。楽しくない？ちょっと見てくれる。そして今日これにしようみたい、え面白いみたいな。ケチじゃない、うん、でケチじゃないっていうのはなんかおごってくれるとかめちゃめちゃ金使ってくれるって意味じゃない。好きじゃない時にそのケチって出てくるやんか、うん、その人にこうなんか1円でも使ってやらねえぞみたいな感覚、うん、それが見たくないの。ケチじゃない束縛も本当にもう無理。私今トラウマなの。その一番のトラウマはどこに行ってたのとか、うん、もうそれ本当に聞かれたらマジでもう本当に無理だよ。初めて多分そのなんていうの、ちょっと付き合うかもっていう、まだ付き合ってないタイプの人といい感じの関係になった時にどこ行ってたの、誰といたのなんて聞かれたらもうアウト、もうトラウマだもん。確かにね、無理。いや言うし自分で、うん、なんかで別に何も隠してないんだけど、うん、だからそれを異常に確かめる要素、うん、電話かかってくる時にどこにいるのとか、ちょっと変わってとか言われたら、もう無理無理無理だよ無理だよ、うん、変わってって私も言われたことあるから。私も一回あのお風呂入ってて、お風呂入ってたから出れなかったの電話、うん、で電話出れなかったからそのままお風呂入って出て、うん、であかかってたわって言ってなんかかけ直そうとしたらもう一回かかってきてたの、うん、なんか鬼手みたいな感じだったのかな。でパッて出て、あもしもしみたいな、どこにいるのとか言われて、あなんか家にいるよ今お風呂入ってたところって言って、うん、嘘つけとか言われて、ひどい。嘘ついてないよ。嘘つけ、なんか誰かの声聞こえてるって言われて、えテレビの声だよみたいな、お前絶対お前どっかにいるとか言い出して、お母さんいるんだけどつってお母さんに変わったことがあって、あ最悪、お母さんかわいそう。もうね、あの、うん、二度とそのような思いはしたくありません。ダメ、そんな人とつけるとダメ。ダメです。だからそれが私の理想かな。そうだね、募集してください。これやばいやつ、これやばいやつ、やばいやつ。ありがとうございます。マンボス。すいません。